5月から所属させていただきまして、無職中心にお仕事させていただいているんですけども、本当に皆さんによくしていただいて、教育と、本当に向き合うことができて、いつも毎日、投げ方とかボールの話とか、いろんな話ができて、本当に楽しく仕事をさせていただいている、そんなおかげで、なんかこう自分もプロボーラーとしてみんなの声を立てているのかなと思いながら、その不思議と試合にもすごく集中できるようになりました。本当に今回花田僕は久しぶりの公式戦だったんですけど、本当にすごい自分でも不思議なぐらい集中できて、最後はね、スポイトルとの決勝戦だったので、とても仲良しなんでやりたかったんですけど、今に立つことができて本当に良かったと思います。スポイトルの方もね、3位決定戦、僕は遠いところから横目に見てましたけど、インスタの酒井武雄プロとビッグゲームの争いだったんですけど、本当に素晴らしい戦いで、本当にすごいなと思いました。本当に決勝戦であんな戦いができるのかなと思いながら、投げてました。なんでも本当に優勝できるわけです。本当にありがとうございます。優勝してから、今日まで、本当にたくさんのお祝いいただきまして、本当に感謝しております。一人一人にお返しをしたいんですけど、なかなかすぐにはできないもので、お祝いお返しさせていただきたいと思っております。今日は本当にチームからこんなにたくさんの方に祝福していただいて本当に幸せに思います。本当にありがとうございます。で、